人のミスはとても厳しく批判するのに、自分のミスにはとても甘い人がいます。この心理、この原因は何なんでしょうか。で、まあよく悪口の多い人がいます。で、それは心理学者によると自尊感情が低いですね。自己肯定感が低いと。で、自己肯定感が低い人は何で悪口を言うかというと、他人を貶めれば、それによって、自分が他人より上に行くことができると。つまり自己評価が低いですが、他の評価をさらに貶めれば、そのコンプレックスを紛らわすことができると。そう説明、してるものがあります。また別の心理学、ね、有名なアドラーの心理学では優越コンプレックスという表現で同じことを言っています。コンプレックス、これに悩んでいる人がことさら他の上げ足を取ることによってそれを癒すということです。優越コンプレックスなどと言っています。で、こういう人に対して周りの人が憤りを感じるわけですが、まあそうではなくて、精神科医によればその残念な人、かわいそうな人と思ってあげましょうと提案しています。それはなぜかというと、そうことさら他人を貶める、自分に甘く他人批判する人は、まあ、第一にやっぱり他人に嫌われることになるわけですね。批判された人が嫌うだけじゃなくて、第三者が見てもひどいなっていうふうに思う。第三者も自分にもそういうことされるんじゃないかとも思う。そうやってまた自己肯定感が落ちていく、ね、嫌われてるっていうか評価されてないってことが分かる。そうするとですね、またさらにより一層その悪口を言わなきゃいけなくなるという悪循環にはまってしまう場合があってます。まあ簡単に言うと、もうすでにはまってるってことであります。悪口を言う、嫌われる、自己肯定感が下がる、また悪口を言う、嫌われる、自己肯定感が下がる、この悪循環から抜け出せない人ってことです。これは悪口の悪習慣がついちゃったってことで、悪口に中毒になったようなものだということです。薬物とかアルコールとかの中毒があるじゃないですか。それと同じように依存症になってしまった、依存症になってしまっているんです。悪口依存症ってことです。じゃあなんで悪口に依存症になるかというと、先ほど言ったように、その自己肯定感が低いけど他人を貶めればその分だけ浮かばれるという、そういった悪しき心理状態なんですけど、まあ悪口言ってやったらなんかスカッとするとか、そういうことがあるということなんですね。ただ脳科学的に言うとですね、これは非常に重要なことなんですけど、その脳というのはですね、2つあります。新しい脳と古い脳、すなわち、新しいの大脳新皮質といって、脳のまあその周辺にあって、で中心には古い脳つって大脳辺縁系っていうのがあります。で、新しい脳の方が人間らしい知能、すなわち理性とか思考力とか、そして中心の方は感情とか情緒とか反射的なものですね、感情反射、情動反射と言います。で、この2つの脳があるんですけど、特にこの中心にあるその大脳辺縁系ですね、これがですね、扁桃体という部分を中心に異常に興奮している時、その時にですね、他者に対する攻撃性とか、ないしは他者を嫌って逃避するとか、そういった反応、これが起こりやすいと言われています。で、この大脳辺縁系、古い脳においてはですね、自分が他人に悪口を言っているのと、他人が自分に悪口を言っていることに区別がつかないんじゃないかっていう説があります。つまり悪口を受けると皆さんショック受けるじゃないですか。しかし自分が他人に悪口を言う、すごい猛烈な勢いで、それもですね、同じショックだと認識してしまう可能性があるということです。それでですね、その研究によると、悪口を言うときにはですね、一方でですね、スカッとする分もあるが、一方でストレスホルモンのコルチゾールが増えてるそうなんですね。まあその他人に悪口言ってるのと、他人に悪口言われてるの区別つかない部分の脳があるとしたら、
そこがストレスを感じるのは当然だなんでしょうね。で、そのコルチゾールが増えるとどうなるかっていうとですね、これは免疫力が落ち、体の再生力、細胞の更新力が落ち、あとそれから記憶力、これが落ちると、それから認知症になりやすいと、それでまあ病気になりやすいと、そして特に病気なくてメンタルですね、うつ病などの精神疾患、これにもなりやすい、そういったさまざまな問題があるということです。ということで、悪口がひたすら多い人はですね、これは自己肯定感の低さ、これを最初の動機として悪口依存症という心身の病気をもたらす依存症に陥ってしまった残念な人だと、かわいそうな人だと、まあ考えるべきであると、科学的な、まあそういう見解があります。まあそうすると悪口をことさら言う人っていうのは2つの問題を抱えるわけです。1つ目は自分の心身、これが不健康になり知性が低下していく。2つ目、人間関係はさらに悪化するですね。そしてこれが悪循環のようにぐるぐると、その鶏と卵でね、悪口を言うことと、それから心身が悪化する、人間関係が悪化することが、その鶏と卵のようにこう悪循環、これを続けていくということになります。私はよく心の問題はその頭と体と人間関係に反映される、心、頭、体、人間関係の4つの要素って言いますけど、自己肯定感が低いっていうところ、そこを自分の努力で乗り越えられない場合に悪口を言ってしまうと、その知性の低下、心身の健康の問題、それから人間関係の問題と幸福を妨げる、そういった現象がどんどん起きてしまうということになります。ですからどうやったらそれから抜け出せるんだっていうことなんですね。もしあなたが自分で悪口が多いなと思ったら、それは自分の自己肯定感が低いからなんじゃないかと思った方がいいです。そしたらですね、自分を自分で認めたと、ね、他人が自分を認めてくれない、自分の評価が低い、そしてそのために自己肯定感も低い、だから他人を貶めて、コンプレックスを紛らわすっていうんじゃなくて、他人に褒められなくても自分で自分のいいとこを認める。で、その時に多様な価値観で認める。自分は学歴も体力も財力も容姿もまあ何もいいとこがなくて、うだつ上がらなくてみたいな考え方じゃなくて、そのもうちょっと広い価値観でね、多面的な価値観で、自分のいいとこをなるべく見つけ出して、それを自分で褒め、自分で自分を励ます、そういうふうに考える。で、他人がそういう感じで悪口が多かったらですね、適切に褒めてあげると、自己肯定感が低いから、そしてそれを動機に悪口言うんだったら、そういう人本当は嫌われるんですけどね、皆さんが残念な人、かわいそうな人だと受け止めたら、その人のいいところはいいところで適切に褒めてあげるということです。ただまあそういう人の場合ですね、褒められたらですね、それによってですね、なんていうのかな、皆さんに執着しちゃう場合もあるかもしれません。皆さん以外の人が、ね、その人を褒めなくてね、皆さんだけ褒めるとですね、皆さん依存してくる可能性もあるんで、そうなるとちょっとややこしいことになるかもしれませんが、まあ、適度に距離を保ちながら褒めてあげてですね、で褒めてあげるとその人の言うことは聞きたくなるので、そこでまあ苦言を呈することを行うというような感じで持っていくというのがうまい対処の仕方かなということです。